監督の原ですよろししくお願いしますまずこの作品にかなり期待してる人が多いということもあるしまあスタッフなんかでもやっぱり映画をやるということはまあテレビをずっとやってて一つの何て言うのかな目標みたいなところもあったんでまあそれを受けてということなのでまあ絶対外せないかなというふうなプレッシャーはありましたね。 えとまあ劇場作品ということで、えーまあ、いろんな人が、まあ、子供とか、まあ普段テレビをまあ見てくださってるファンの方なんかも意識しているということもあってまあイベント性はまあ極力まあ持たせたいなと思って制作をしましたね。あのまあ言ってしまううとと割となんかこう 日本っていう国においてなんかアニメーションを割と映画として見た場合まあイベント戦抜きには大体どんなアニメーションでも成立しないっていう事情があるように思うんですね。というのはまああまり言ってしまうとまあ唇寂しいんでまあ ちょっとだけまあ具体的にまあシニフェをまを使用した例を挙げるとまあ冒頭でまあフカンズのセーラー戦士たちが「地球の平和は私たちに任せなさい」とかって言って腕を上げるシーンがあるんですけどえまあそれがそうですねえ腕を上げるセーラー戦士たちがまず一輪のバラにオーバーラップすると。とそのオーバーラップしたあでやかで美しいバラが まあ、彼女たちの持っている、まあ、人間性や彼女たちのお人間的なつながりを象徴しようと、まあ、意図しているとそのバラの花が、まあ、暗闇に消え落ちることで今回の作品は少し彼女たちにとってシリアスなドラマだなと、まあ、感じさせようとしているという意図においてそういうことをやってますね。でやがががてしばらくあの闇が続いいた後ものののすごい数のバラの花束が 画面に出現するとそのこの「しばらくの闇の間」っていうのがまあ暗い映画館の中ではなんていうのかな割とちょっと不安になるんじゃないのかなと思ってんでそれは意図的にやってますね。でもなんかこう観客にとって「セーラームーン」っていうタイトルを聞いた時に大部分の人がまあドラマのラストできっと不幸なことには ならないのではないのかなという。まあ、ラストはおそらく幸せなものなのではないのかなということを、まあ予想していると思うんで、そこでこう、暗闇がしばらく続いた後に、バッと咲き誇るバラの花束を見せて、観客をホッとさせるというのを、まず念頭に持ってきてますね。で、そういうものをまあ見せて、作品全体のムードというものを、まず観客に提示させると、まあ頭の中に。 サブリミナルさせようかなということをやってるみたいなまあとそれから花の、うん、使い方でまあ分かりやすいところで言うならばあフィオレが守にバラを投げつけられて、まあ、守るまで自分を一人にするのかというシーンなどが挙げられますね。 このシ小学生は小学生が地球と月の間に入りながら表面の花を枯らしていくというふうな描写があるんですけど地球を守る月をウサギとするならば2人の関係というのをこの現実世界の全ての人間関係の代表として例えて書いてるわけですね。 まあそしてまあ画面をよく見てもらうとわかると思うんですけど、あの地球と月がゆっくり離れていくように描写しています。えー、でその離れていく月と地球の間をなんていうのかな割っていく小惑星が枯れていくということで、えー、その 人と人をつなぐという象徴の花が枯れていくということで何、えー、て言うのかなこのシーンでは、えー、セーラームーンたちっていうのは、まあ、フィオレという悪を倒すということで戦いには勝ったんだけど、まあ、全体のムードとしてやっぱり人同士のつながりっていうのはあまり信じられないものなのかなという,こうちょっと暗いムードが漂う。 っていうのかな、そういう暗いムードをなんていうのかな。感じさせようっていうのかな、具体的にそのセリフとか。具体描写で、その分からせようということではなくって。なんとなく。こう口では言えないんだけど。感じてしまうような作り方ができないかなということで。そういう見せ方を考えましたね。あと、それから、また分かりやすいところで言うと。ラストシーンですね。あの。一同が、まあ。息を吹き返した。 あウサギに抱きついた後、えー、急速にカメラはトラックバックして、まあ、宇宙に行くんですけど、えー、そこでうさぎを象徴するような月と守る、えー、を象徴するような地球がこう寄り添うという絵になるんですね。えー、でどこからともなく花びらが流れるという図が次に出てくるんですがあの花は一応全てキセニの花が枯れた 描写でこの宇宙から消失したというなうな描写になっているんですねでもそのないはずの花がどこからとも流れるということで、えー、これはもしかしたらやっぱり人間同士っていうのは信じ合っていいのかもしれないなっていう,こう可能性提示ってことでちょっと観客をほっとさそうかなみたいな意図があってまあやったことをまあ僕が個人的にやったということですけどねやったことですね。まあ そういったふうに花の描写に関しては、まあ、今のはかなり分かりやすい使い方をしたことあのシーンについてまあ話したことであって、まあ、花の描写に関して言うとかなりそういう観念的な使い方をしてますね。大体いい花が出てきたらほとんどと言っていいぐらいそのぐらい観念的な使い方をしてるんでまあ何て言うのかな、まあ、花だけに限ったことじゃないんですけど、まあ、今回の作品っていうのはもし好意的に見てくれる 人がいて、そして好意的に見てくれて、えー、そういうなんていうのかな映像的な記号を探しそうとするならばかなりのことがかなりの記号が、まあ、発見できるんじゃないのかなと思ってますね。かなりそういう意味では情情報報量、量画面情報量っていうのは多く入れたつもりですね。はい、あのフィオーレはまはあ、今回、まあ、観客の代表として、まあ、設定しました。あ まあ、フィオレっていうのがまあ。セーラームーンに対して。どうして君が。まあ、みんなに、まあ、セーラームーンが。みんなに求められているのだという質問を、まあ、観客に代わって。まあ、するということですね。ウサギを。まあ、ジュリエット。そして、まあ。守るをロミオと考えると。 必然的に他のセーラー戦士たちというのはロミオとジュリエットの登場人物の中でいうとティボルトとかマキューシオになるのかなと考えたわけですね。仮にセーラー戦士たちをティボルトにしたとすると、それに対するキャラクターとして今回フィオレを出したとも言えるわけですね。個人的にあのロミオとジュリエット まあ映画ですけど、僕が見たのは、まあ僕がジュートの時にその映画を見た印象では、まあ、話の展開でやっぱりマキウスやティボルトが死んじゃうシーンがすごく辛いなとまあ感じたんですね。ロミオとジュレットっていうのは自分たちにとって非常にいい関係のまあいい友人関係である彼らが死んだ時に悲しんで。 涙を流したりするんですけど、そのことで自殺したりしないですよね。でも、ロミオとジュレットっていうのは、自分たちの恋が叶わないと思った時は。悲しみのあまり、自殺しちゃうっていう、まあ、展開になるわけですよね。そのことが、なんか、僕自身。まあ、十代の頃、ロミオとジュレットを見て、なんか、非常に。なんか、嫌だなと思ったとっいうか、辛いな、見てて、なんか、辛いなと思ったんですね。 だから今回の作品ではキャラクターの配置がもし、まあ、ロミオとジュレットを彷彿とさせるようなものならば、まあ、彼や彼女たちっていうのは、まあ、ティボルトとマキューシーをどう思っているのかあるいはどう思っていてどうしたかったのかみたいなことが分かればいいなと、まあ、そんなことも、まあ、ちらっと とは考えてこういうういい話にしたというのはあります、ねうん、割と運命的なつながりで二人もつながっているというふうな描写で割とテレビっていうのは来てるようなところがあったんですけど今回の作品ではそういったつながりで二人の関係が保たれているということよりは非常に 個人的なつながりで二人の間は保たれているというような作品というような作品になればいいかなと思って制作しましたね、えー、ですからあ月のうさぎはプリンセスとしてとかセーラームーンとしてとかではなく、えー、千葉魔物のことをどのように思っているかみたいなことがうまく伝えられるといいかなと思いましたねまああのー R シリーズっていうのがテレビの R シリーズなんですけどそれの制作がまあスタートしたすぐ後に今回の仕事の依頼が来たんで、まあ、僕の中でまあ何て言うのかな R シリーズ全体がまあ感じさせるムードっていうのを映画一本で感じさせれば観客に感じさせることができればいいかなと思って制作しましたね。 とは言っても R シリーズ自体がまずテレビが始まったばっかりなんだったんで一体どういう方向に行くのか全然分からなかったですからあの僕が勝手に R シリーズのシュラストの収束のしか方っていうのはドラマ的な収束の仕方っていうのはこんな感じなんじゃないのかなと思って作った話ですね。だからあのテレビののの R シリーズの仕事っていうはは名前が大きく出てる割には あまり仕事をしててななななかかかかっっっったたんんんででどんな感じにいいくかっていうのが予想もつかなかったんですねだからそういった意味ではもう僕の独断と偏見でもう「セーラームーンの R」っていうのはこんな感じなんだろう「えいや」って見切って作っちゃった部分っていうのがありますね強引にまあそういう意味ではテレビなんかよりも僕の個人的な趣味とか僕の個人的な考えっていうのがかなり 映画には突出した形で現れていると思いますね。まあ今回の作品っていうのは、まあ、さっき言ったみたいに非常に割と僕の観念的な部分の記号がたくさんあるような作品になってはいるんですけどただあのそれは基本的に僕が、まあ、映画っていうのは想像力をかき立てるようなものが色気があっていいなと思ってるからそうしただけであって。 まあやっぱりアニメーションっていうのはその作品のイベント性によって成り立ってる作品がほとんどなんでそういった意味では基本的にはエンターテインメントじゃなきゃつまらないなと思ってるんで今後は自分の仕事自分の仕事として映画に携わる場合っていうのはそのエンターテインメント性みたいなものを強く押し出していく形になっていくんじゃないのかなっていう予感はしてますね。セラムに限らずまあ他の作品をやった時でも、まあ これほど記号性を散りばめるということはもう今後僕自身しようとはしないんじゃないのかなという気はしますねまあとは言っても今は割と疲れてるんでそう思ってるだけかもしれないんでもしかするとまた別の機会があって別のところで映画をやるような話になったりするとまあやっぱりやっちゃいましたというようなことになっちゃうかもしれませんけどねで自分の仕事の 自分の仕事としてはまあそういう記号的な要素っていうのをまあ作品の色気としてうまく何て言うのかな仕事として作品の色気をうまく使い分けることがエンターテインメントの中でまあ気持ちよく使い分けることができればまあできるようになればまあいいかなと思ってますね。